えー、今回はですね、ちょっと久しぶりなんですけども、こう買ってきたレコードを紹介する動画です。えっ、ー、と、ちょっと前ですね、8月の3日ですね、えー、とやってました。シティポップオンバイナルというですね、イベントがありました。えー、まあどんなイベントかというとですね、まあ新旧う問わず、シティポップのえー、と、レコードいろんなの発売するから、まあみんなこう、ね、盛り上げていこうね、みたいなイベントなんですよね。まあこう毎年いろいろやってるのかなっていう感じでですね、まあ、本当に毎年いろんな新噴も出るし、給付のね、サーモ再発も出たりで、いろんなこう、 シティ・ポップもなん当にこう息の長いねコンテンツですねなんかこうなってきたかなと思ったけどまあ全然まだいけるんだなって感じもありますねそうですね。僕もやっぱシティ・ポップとそのレ,アグレアグループはちょっと違うか何ていうのかな,あのなんうのライトメロって言うんですかねとかその辺がやっぱ好きなのでねあのこの辺が盛り上がってくるのは大変よく嬉しく思います。はい それでです、ね、あの今回その8月3日の時に発売になったレコードを今回いろいろ買ってきたのとちょっと前に買った CD だったりあとまあ音楽関係ないけどちょっと音楽グッズみたいなのを買ってきたのもちょっと紹介しようかなと思っております。 ということで、じゃあまず1枚目ですね。これその8月3日の時の、えー、とシティポップオンバイナルで買った、はい、こちらです。と間宮貴子さんのラブトリップというアルバムですね。えっ、ー、と、去年ぐらいに僕このアルバムを見つけてですね、まあめっちゃ気に入って聞いてたんです、ずっと。これ何聞いたっけ最初なんか YouTube かなんかで聞いたのかなで、聞いたんですけど、サブスクがまずこれないんですよね。で、去年確か CD 僕買ったんです。 でえー、でででレコードも欲しいなと思っていたんですけどもこのアルバムですねもうあの現場のオリジナルはもうとんでもないぐらい高騰しちゃってるんですよね、まあ、もう本当にさっき言ったそのシティ・ポップそのライト・メローってう感じがギュッと詰まって、ね、めちゃくちゃかっこいいアルバムなんですよねもう特にねベースが本当にかっこいいですねスラップ本当にかっこいいと思います で、ねあのー、これ本当にオリジナルはもうとんでもないでなんかして絶対買えないなって思ってて、まあ、再発になったらですねいっぱいあったんです結構再発はもうかなり何回もされてるみたいですねで今回はもうこの8月3日の時にあのまた出てるんですけどもでこれでいよいよ買ってみようかなって思って、ね、今回ついに買ったっていう感じですね今回はこれなんかあれかなクリアスカイブルーバイナルってことでちょっとなんかね1回も綺麗なあな色になってるあのレコードみたいですね、はい 帯がねねねねまたなんともこ、ね、これいいです、ね、<laughs> かっこいいでですすかっ「消えないでイルミネーションワンモアナイトあなたと」つってねいやーなんかこの AOR とかねその辺のちょっとあの臭さを感じてとてもいいんですよねサウンド的にはもうめちゃくちゃクールでかっこいいっていう感じなんですよね。 いやーいつかオリジナル版ね、買ってみたいですけど、まあ、もうとんでもなく高いので、多分買えないなっていつも思っているんですよね。皆さん、ぜひ聞いてみてください、これ、サブスクにはちょっとないんですよね。なんで、CD をね、買うしかデジタルで聞く方法っていうのはちょっとないんですけども、CD は全然安いのでね、数千円で買えると思いますから、はいえー、買ってみました。これ4000いくらとっか4620円ですって、まあ、なかなかいい値出しましたね。やっぱ新品のレコードはね、高いですね。はい えでもう一枚じゃレコード買いました。これはですね、結構割と現代めなアーティスト、はい、時あさこさんの、えっと、ペパーミントタイム、えっと、えー、20、何ていうの、11ですか、んん二十二十二十周年って英語でなんて言うんだ、え、トゥエルブストト。ゥ ちゃいいことでちましたねね <laughs> アニババーーサリーバイナルベストってことです、ねはい、あのちょっと前に時あさこさんベスト版が出たんですよねあのかなり本当オールタイムベストっていう感じで昔のアルバムの,の曲もそうだし最近の曲もそうだしっていう感じであのベスト版が出たんですよねでその中であの時朝さこさん的にこうレコードで聴きたい曲をこうセレクトしましたっていう感じのこれベスト版なんですよね全部で10曲だったかなんですよね10曲をはいあ書いてますねはいソロデビュー20周年記念オール タイムベストアルバム「ペパーミントタイム」えー、からこのアナログ版のためだけに時あさこは10曲を厳選した四極の四極の「極か極のえー、とバイナルベスト」っていう感じで出てるんですね。「ペパーミントタイム」は、まあ、そのねアルバムのベストをねあの抽出したっていう感じなんですけども、まあ、選曲はですね割とまあ あの僕は時あさこさんはかなり初期の時からずっと聴いてるのであれなんですけども割と結構最近目の曲が多いんですよねストライプ、うんまあ、東京ドライブもちょっとあれですけどね一番古くてスーパースターかなっていう感じですねペーパーミントタイム美しい川エメラルドレインダンサー、まあ、あと,とかねアイスクリームトークうん正直僕はもう少しこう初期のこのホロの曲入れて欲しかったかなとかちょっと思ったりするんですよね <laughs> まあでもねあの時子さんのアルバム 僕全部聴いているのでう、まあ、嬉しかったですねこういう風にレコード化されるのはねあの時あざこさんはですね「ビタースイート」っていうアルバムからかなほぼあの枚数限定であのレコードは出てはいるんですよねただどれもあの枚数限定なのであのもうなんかね「ヤフォーク」とかあの「メルカリ」とかでとんでもない値段がついちゃってるんですけどね、はいでまあ やっぱりね、時その昔のやつ、またね、レコードとか出してくれないかなとかちょっと思ったりもするんですけどもまあやっぱねあくまで CD で出てるアルバムな気がするんですよね、まあ、トークだったりタッチとかあの辺もねもちろん好きなんですけどもあれの辺だと収録曲数めっちゃ多いので2枚組どころじゃ多分進まなかったりするのかもしれないなとかって思ったりしてますね。はい まあでもね時あさこさんのアルバムってことでやっぱりこれは買わなきゃなと思って買っちゃいましたこれもね4000円ちょっとしたのが新品だったのでね、うん、聞いてみようと思いますスーパースターねすごく好きな曲なので嬉しいですこれはこれをねレコードで聴いたらどんな感じの音なのかなってちょっと楽しみもあります でで8月3日の,そのシティポップの、ね、日みたいなやつで買ったのは以上なんですけどもこれもですね、えっと、っシティポップ関連ということではいこちらですこれ CD ですねえっ、ー、とプリティペニーえっ、ー、と瞳遠山ザベストアンドレアっていうこれベスト版の CD ですねえー、っとですね遠山瞳さんってあの皆さんご存知でしょうか僕はちょっとほんとつい最近知ったんですねお恥ずかしながらあの TikTok を見せたらですね TikTok にあの そうう昔のなんてつうのかなシティ・ポップをあのレコードでかけますみたいなあのやってるアカウントの方がいてそれでこの遠山ひとみさんですねとレイニードライバーっていう曲をねあの流してたんですよね。 めちゃくちゃかっこいいじゃんここの曲ってなってもう速攻でまずその富山瞳さんをすっごい調べたんですよね、まあ、ペニーってねよく呼ばれてた方らしくてねジャスト・コール・ミー・ペニーっていうアルバムがあるんですけども、まあ、それもあのまたシティ・ポップ系のねこう再評価でもうあのとんでもない値段がつ,つきまくっちゃっててもう全然レコードなんか絶対買えないよみたいな値段になっちゃってるんですよねでただそそののっていうアルバムはその うんと C D すらもですね、もう絶版になってるし、全然買えないっていう感じだったんですよね。いやもうでまあサブスクにはあったんですよ。 いやーでもこれはちょっと CD としてね音源として欲しいわと思って買おうとしたけど CD も買えないっ文うもんだから困ったなと思ってまずいろ見たらあれとちょっと最近かなこれあの今年の 3, あ3月ですね今年の3月に出たみたいですこのベスト版があったのでうんまあじゃあとりあえずこれを買うしかないかと思ってね買ったんですよね。 あの書いてある通りベスト版なので、まあ、こう人気の曲が集まってるのとあとまああの何てうのかなこれ CD 音源「初めてです」みたいなのも収録されてるみたいですね。いやあの「ジャスト・コルミ・ペニはすげえいいアルバムでしたねあ聞いたんですけどでレーニン・ドライバーもあのまたね同じこと言いますけどベースのスラップが最高にかっこよくてこれは良かったな。 はは知らななかかかっっっったたののちょとと恥ずかしかったなと思ってあのまあ皆さん TikTok って聞くと結構ねいやなんか女の子がねちょっとなんか胸出して踊ってるねじゃんみたいなイメージあるかもしれないですけどももう TikTok はそういう場ではないんですよね全然企業とかもね全然そこにあのお金割いてやったりもするしそういろんな本当文化が生まれる場所だなと僕は思っていますねはいただあの TikTok ってあの本当にね、おすすめ動画をどんどん出してくるので、気づいたら1時間ぐらい平気で時間潰れちゃったりするんですよね。これ本当に良、ね、くないと思いますあの。人間としてダメになるっていつも。で、見た動画どんななったかっていうのはあんま覚えてなかったりするんですよね。寝る前の1時間とか見てるとね、本当にね、寝る時間が削られちゃうんだけど、ほどほどにした方がいいと僕は思っています。という感じでですね、買ったのがそのシティポップ関連の音源3つという感じでした。 最後もう一つ、まあ、これシティポップも音楽グッズ、まあ、グッズではあるのかなって感じですね。シティポップ何も関係ないですけど、T シャツをちょっと一つ買いました。はい、こちらですえ。オハイオプレイヤーズの T シャツです。ちょっと見にくいですね、すいません。はい、こんな感じです。あのオハイオプレイヤーズのロゴが、 何のけなしですねにですねヤフーショッピングをこうポチポチ見てたらですねなんかヤフーショッピングって結構なんかロック T シャツみたいな色々こう売ってるお店があってですねそれをこう見てたらですね「おはようプレイヤーズ」だってお安いししかもいいなかっこいいし色もなんか色々あったしと思って買ったんですよねこれで1000 1000円ちょっとぐらいだったかなでなんか久しぶりにヤフーショッピングを使う方限定クーポンみたいな1000円引きとかあったんでそれ使ったらなんかもうほぼ1000円引き1000円以下でこれ買ったみたいな感じだったんですよねすごくねあの着心地も良くてかっこいいしね夏着ていこうと思ってる T シャツですいいですよねおはようプレイヤーズあのおはようプレイヤーズと言いますとね僕ハニーがやっぱりすごく好きなんですよね でそのなんかね、ロック T シャツいろいろあったんですよ。なんかプリンスの T シャツとかね、すごく僕欲しいなと思っててで、プリンスの T シャツ何着たらいいかなと思って、そのね、あの、あとパープルレインの,のマイクのあのジャケットもいいなと思ったし、なんかいろいろあってですね、どれ買おうかすごく悩んでるところなんですよね。あのもし皆さんあの興味があればね、Yahoo! ショッピングの、ね、ロック T シャツとか調べて見てみてください。結構いろんなあの商品があって面白いですよ。はい はい。というので、全部で4つ、今回買った、あの、最近買った音楽の CD レコード、グッズという感じでした。いや、ほんと最近はですね、全然 CD やらレコードあの全然買ってなくてですね、一時期に比べるとほとんどお金を使ってないなという感じですね。全然レコード屋さんにちょっと行く時間も暇もないという感じなんですけども、こういうふうにちょいちょいですね、ネットでいろいろ買ったりもしておりますので、今後もあったらいろいろ紹介していこうと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今回は以上です。それではご視聴ありがとうございました。 下一。你。